ニです。シ本日の動画はですねずっと僕が秘密にしていた特技を披露したいと思います、えー、今回もですねショールームただいま生配信しております ショールームと勝手に連動いたしまして、皆さんからお題をいただきつつ、今日披露する僕の特技は数字と単位を言っていただければちょうどいいやつを言うです。例えば四十八本とか三十二とか、なんかいろいろ単位ありますよね。十五度とか。皆さんには今からですね、まあ、数字と単位セットでお題をいただきたいなと。 思っておりますこれもう本当に毎回ガチなんでねはいではまこちゃんから頂きました3本3本もう特技なんでねもうまあそりゃすぐ思いつきますよねはいでは3本まこちゃんから頂きました3本この えー、数字と単位にちょうどいいやつ、これですね。えー、剣道部に入部するとき交わされる予備しない。これがちょうど、ちょうど3本ですね。笑,笑,<笑>すぐ折れる。<laughs> 大中小ですね。三刀流させられるのかと。<laughs> えー、あ、じゃあ、ーちゃんからいただきました。 28回。28回。はい。できました。え二28回。数字と単位にちょうどいいやつ言います。28回、こちら。泉ピン子と共演中、えなりかずきが失神した回数。まあまあ、多い。大変な現場。気温しないすぎ。 絶妙な、ありがとうございます。ゆみこさん、13個。13個。こっていろいろあるもんね、こ。嘘、花火来たごめんなさい。<laughs> 考えてたら花火だった。<laughs> ありがとうございます、皆さん。 <laughs> やっぱこう、センテンス長くなっちゃいがちですね、このお題はね。数字と単位いただけたらちょうどいいやつ言います。13個の答えこちらです。扇風機の数一人暮らし部門長野県予選1位。1> <laughs> なんだその大会。<laughs> 多い <laughs> それはやっぱ県予選1位になるって長野県って結構広いですからね。 長野県予選で1位になるとやっぱこんぐらいの扇風機の風は持ってないと。そんなにいらない。<laughs> 多い。<laughs> コンセントどんだけ必要 <laughs> 本当だよね。タ <laughs> コ足がエグい。まあ、よっぽどクーラーが嫌だけども、う暑くてしょうがなかったんでしょうね。でもやっぱ電気代を考えるとどっちがいいんだっていうね。いや、クーラーの方がいいだろうな、さすがに。まほさんからいただきました。25センチ。 2 5ンチいいお題ですね絶妙な絶妙な長さ <laughs> はいでは数字と単位いただければちょうどいいやつ言います2 5ンチ答えこちらですツタヤ2ヶ月延滞に気づいた時のジャンプの高さ <laughs> <laughs> えっ っってなった時の結構あるな2 5センチそう2ヶ月やっぱ23日だったらねまあ飛びもしないと思うんですけ2ヶ月はな多分2 5センチ飛んじゃうと思うんですよね七種さんからいただきましたこれなんていうの長さシリーズね7 3メートル7 3メートルはもうね ナシ、えー、さんから頂きました数字と単位を頂い,いたらちょうどいいやつ言います 73m の答えはこちらですいよ出て忘れ物に気づきギリ取りに帰る距離もう 74m で気づいたらもう向かっちゃいますねああ分かるかも絶妙それ以上は嫌だちょうどいい 冴えてる冴えてるじゃない得意得意ではですねあやさんから頂きました360秒360秒絶妙ですねうーんこうじゃないですかねはいでは数字と単位をいただければちょうどいいやつ言います360秒こちらですね ユナイテッド・シネマの上映開始時間から実際に上映されるまでの時間東宝シネマんもうちょっと長いかもな <laughs> えー、ごめんなさいさっきいただいてたのが9頭9頭10もどこまでの動物が10なんだろうね <laughs> はい 9頭えー数字と単位をいただいたらちょうどいいやついます9頭の答えはこちらですクリスマスまでにグリルを逃れられる七面鳥の平均値 <laughs> この9頭の生き残りで次の年のクリスマスのグリル行ってますから少なっそんな <laughs> 必死 分散からいただきました30畳30畳そうですねはいこれはいい答え出ました皆さん筋と単位いただければちょうどいいやつ言います30畳の答えはこちらです「紅白」の時の「レモン」のコンテンポラリーダンスに必要な広さ やっぱあんだけやっぱ動きますから練習の時点でもうスタジオ30畳ないとあれはちょっとね練習にもならない文さんわらわら笑わるさ3つ避けてる <laughs> 86段いこうかう数字と単位くださればちょうどいいやついます86段答えこちらですね <laughs> 100段を最高とした場合の、そう先生の習字の段位。まあまあいいとこまで言ってますよね。100段を最高として、ねえ、だいぶいいとこまでは言ってますよ。86段ですから。うんー、WN さんから頂きました2滴。 数字と単位いただいたらちょうどいいやついます。2滴の答えこちらですね。頬に当たって雨ってなる数。一滴でもないっすね。ポツポツ雨その後3粒4粒めくるんですけど。マ、ま、ハ、あ、さんあるかも。とりあえず上を見ますね。<laughs> 確かに一滴では反応しない。ユ美コさん確かに。カナボケさん確かに。マ、ま、コちゃんそして見上げる。そう。ポツポツ雨 えー、426円いきましょうか初見さんもぜひぜひ数字と単位よかったら <laughs> はいえー、おーちゃんからいただきました数字と単位いただければちょうどいいやついます426円の答えこちらですね ローソンで T ポイントカード出しちゃった時のお会計。わらわら。使っちゃいますよね。<laughs> ついついね。あ、初見さんありがとうございます。98話。初見さん、犬さんまだいるかな犬さんまだ待てる待てます本当ですか犬さんありがとうございます。ちょっとだけ待っててくださいね。では。 えー、ゆみこさんからいただきました、72枚。72枚。72枚。犬さんが待てますわ。好けなようでは。<laughs> まだハウスしないでください。<laughs> ええー、なんだっけ。ゆみこさんからいただきました、72枚。72枚。72枚難しいね、72枚。 わ72枚、なるほど。<笑><笑>はい、すいません、お待たせしました。えー、ユミコさんからいただきました。数ーションいただいたらちょうどいいやつ言いますの。72枚の答え、こちらです。<laughs> マジックバーでカードマジックデビュー初日、あなたの引いたカードはこれです。を外しても首にならないギリギリの枚数。<laughs> これでしょ。 違うか、ちょっと待って。もう1セット分超えてるじゃん。54枚だよね。<laughs> よっぽどですね、このマスターがめちゃくちゃいい人だな、このマジックバーは。マスター許してお客が許さん。ほんとそれ。お客さんびっくり。当たらないマジック。もうマジックではない。なぜ、すべてのカードを出しても当たらず2セット目に行ったのか。<laughs> よし、ちょっと犬さんの行こうか。98話。 98話いいですね98話 <laughs> はい犬さん初見なのにお題くれてありがとうございますえ犬、ー、<laughs> さんから頂きました98話数字と単位頂い,いたらちょうどいいやつ言います98話の答えはこれです「両津勘吉の腕毛書き忘れ事件」 もうツルッツルなんで、もう98話だっけ、もうツルッツル。あ <laughs>、犬さん受けてくれてる、ありがとう。初見の犬さんにご満足いただけました。出た、まこちゃん、100億光年。はい。<laughs> まこちゃんからいただきました、100億光年。数字と単位を下さればちょうどいいやつ言います。100億光年の答えこちら。そもそも天秤が合法の星まで100億光年。 皆さんダメですからね黒川さんが捕まらなかったからといって天品で回しないように1973キロカロリー1973キロカロリーでしょもうズバリかもなズバリになっちゃったなこれな1973キロカロリーね 数字た単位をいただけたらちょうどいいやつ出しますの。1973キロカロリーの答えこちらですね。アイドルワンマンライブにおけるオタゲーの消費カロリー。アスリート並み。<laughs> やっぱ消費するでしょ、そんぐらい。1999ポイント。うわーポイントね。ポイントね。はい。では。 まほさんの1999ポイントいただきました。数字の単位をいただけたらちょうどいいやつ言います。1999ポイント、こちら。84.735キロマラソンの給水ポイント。はい。お <laughs>、どんなもんだ多いか。これさっきも飲んだけどな、みたいな感じになるかな。カラボケさんありがとう。3776皿。えー。 3776皿はい3776皿ぽ滝さんから頂きました数字と単位をくださいちょうどいいやつ言います3776皿の答えこちらです中華料理店の回るテーブルに時速2キロで回しながら置ける醤油皿の限界 <laughs> 俺今回めっちゃ大変だなテロップ。自分の答えのテロップめっちゃ長いの嫌だなもう。はい、というわけで今回お送りしたのは僕のですね、特技、筋と単位を言っていただければちょうどいいやつを言うでした。ショールームでですね、 まあ大体週1ぐらいのペースでこんなようなことをですね、特技を披露させていただいてますので、よかったらショールームの方もぜひぜひ遊びに来ていただければと、ぜひお題出す側でも参加していただければと思っております。楽しんでいただけたらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、西村真也でした。バイバイ。